背の高い選手が中に残っています。田上、川口、大久はファーサイド、高木は持ち直してもう一度左サイドで作ります。川口、右足持ち替えて川上、裏を狙っている渡辺龍馬、こいつから打ってきた、弾いたレオナルド、オフサイドはありませんでした。新潟先生、前半の16分、惜しかった。先制点は前半16分に生まれました。今のシーンです。川上選手の、まあ、低くて、ね、いいシュートですね。少しキーパーとしては見づらかったのかなというシーンですよね、はい、選手内で抜けてきてますからね、ただこれをしっかりとねレオナルド選手狙ってますし、また落ち着いて決めましたね。レオナルド今シーズン